こんにちは、ヨガ講師のタカです。皆さんはヨガのポーズの意味って知ってますか？ヨガのポーズってエクササイズでしょ、健康法でしょ、体操法でしょ、美容法でしょって思ってませんか？違います、全く違います。今回はヨガのポーズの意味、ヨガのポーズの驚くべき秘密についてお話をします。もうすでにヨガをやってる人も、まだヨガをやってないけどこれからやってみたいな、ヨガに興味がある人、必ずねこの情報はね知っておいた方がいいです。この情報を知ることでヨガに対するモチベーションが上がります。そしてね、この情報を知っているだけでもうあなたはヨガ通と言えます。ヨガのポーズはもともと古代のインドの言葉、サンスクリット語でアーサナって言います。アーサナというのは一般的なヨガのポーズのこと。座法だったりね、対位法って訳されたりします。座法というのは瞑想のためにこう座るポーズのこと、対位法というのはその他の一般的なヨガのポーズのことです。ただね、このアーサナという言葉、もともとは座る場所という意味です。座席という意味だったんです。だから椅子だとか、こういうこうね、神仏像の台座だったり、神様の座る玉座という意味だったんだそうです。だから僕はね、よくバリ島に行くんですけど、バリ島はね、今でもヒンズー教、古代のインドのヒンズー教、だからヨガのルーツがね今でも信仰されている場所です。そのバリ島の寺院、お寺にはこういうね神様の像がないんですよ。じゃあ何があるのか、玉座なんですよ。神様の座る椅子だけがあるんですよね。じゃあ神様はどこにいるんですかっていう話。神様普段いないんですよ。大事な時だけ、必要な時だけ座ってくれます。だから儀式の時だとかお祭りの時だけ神様は僕らの前にこう座ってくれるんですよね。実はですよ、なんとヨガのポーズのアーサナもね全く同じ意味。アーサナというのはね、だからヨガのポーズは神様が座るための場所を作るためのものだったんですよ。びっくりしませんか？だってヨガのね、もともとの意味は、ヨガという言葉はね、つなぐとかね、結びつけるという意味なんです。何とつなぐか、何と結びつけるか、なんとねこの神様だったんですね。だからね、ヨガのポーズをすること、アーサナをするってことは神様と一つになるということなので、すごくないですかこれ。ヨガのポーズしてね、神様と一つになれたら、これ絶対に幸せになりますよね。何でもうまくいきそうじゃないですか。だけど、どうなんでしょうかね。神様が乗り移ったら、イタコみたいになっちゃうんですかね。ヨガの経典によると、このヨガのポーズ、アーサナを我々人間に教えてくれたのは、こちらのヨガの神様、シバ神です。ヨガの教えによると、この世の中のものは、すべてまず生み出されて、そして繁栄、維持されて、最後には、破壊されてなくなってしまいます。なくなって終わりなのかというと、そうではなく、また生み出されて維持されて破壊される、これを繰り返します。これが宇宙の法則なんです。この全てのものを破壊してリセットしてくれる神様がこちらのシバ神。このシバ神は僕たち人間もリセットしてくれます。いわゆる解放解脱をもたらす神様なんです。このシバ神は840万種類ものヨガのポーズ、アーサナを作ったと言われています。840万という数は一人の人間の魂が生まれ変わる数なんだそうです。ヨガの教えではね、840万回も生まれ変わるんですって。いやいや、一つのね人生だけでも大変なのに840万回って考えただけでも気狂っちゃいそうじゃないですか。そこでこの840万種類のアーサナを順番に行うことによって、840万回も生まれ変わらなくて済む、一つの人生だけで済んでしまうというものなんです。840万種類のアーサナのうち、現在ね名前が分かっているものはね84種類あります。詳しいやり方が分かってるのはね32種類あります。これ気になりますよね。そのうちお知らせしますからね。いずれにしても
ヨガのポーズ、アーサナの意味って奥深いと思いませんか？皆さんね、これからヨガをやるときは必ずね、神様を迎え入れるようなつもり、神聖な儀式をするようなつもりで行ってみてください。きっとそうすると、これまでのヨガとはね、全く違う効果が感じられると思います。なんせね、神様が座ってくださるかもしれないんですからね。ね、だから、ヨガ、アーサナをするたびに、神社でお参りするのと同じような効果があるんだということを、ぜひ覚えておいてください。ね、こうやる気が出ますよね。いいですよね、これね。こんな感じで、僕の YouTube チャンネルでは、一般的にはあんまり知られていないヨガの情報だとか、幸せになるような情報、どんどん配信していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今日もありがとうございました。